ちょっと悪い中、そして寒い中、これだけたくさんの方にご来場いただけて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。これからですね、子ども新宿クリエイターズフェスタ2018子どもアートデー開催いたします。そしてそのオープニングセレモニーとしまして、少しミニライブをいたします。メンバーをご紹介しましょう。まずは太鼓の親分、石川浩二さん。拍手。ありがとうございます、はいはい、そしてそして続きましてはおもちゃ楽器のオーケストラ秋福院の皆さん、イエーイ、どうも、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。新宿クリエイターズフェスタ2018子どもアートで今年も開幕いたします。お絵かきお姉さんの蟹江杏子です。アンズちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はここに大きな絵をオープニングから4時ぐらいなのかな、終わりがまでに、最後のエンディングまでに大きな絵をみんなで描き上げたいと思います。ライブペインティングでもう並んでくれてるお友達もたくさん、ちょっと後ろに行っちゃってる子たちもいるのかな、はい、いるので、今日は大きな絵をみんなで描き上げて会をだいぶ盛り上げていきましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ぐちぐち、私たちもね、まだ自己紹介してない。忘れてた。あ、そうだよね。ご挨拶だけして失礼しました。ご紹介します。今年は、僕だけではなくてもう一人歌のお姉さん、そして MC としてお手伝いしてくれます、藤川あずささん、あずあずです。あずあずって呼んでください。そして私は毎年皆さんとお会いしております。今年もお会いできて嬉しいです、音楽家の関口直人と申します。グッチと呼んでください。よろしくお願いします。あ、それからね、忘れちゃいけなかった、今日は私の他にたくさんのアーティストの先生たちがみんなと一緒にお絵かきをしたり工作をしてくれたりしています。先生たち、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあもう一回虹、みんなでじゃあせーの、虹で始めようか。ね、大きな声で虹って言ってくれる？はい、いくよ。じゃあみんな大きな声でいくよ。せーの、はい。
手でお迎えください。今日は11時半と3時からステージを行います。なんと今日のステージは今日この日だけの特別なお話になってます。他では見られない。そうなんです。今日ここでしか見られないステージなので、よかったらここでやります。みんな見に来てください。じゃあ僕の真似っこしてください。ラーラー